パンツ部をご覧の皆さん、こんにちは。ファイバック広報室の中村一です。今回ご紹介するのはこちら、地上救難員です。海上自衛隊は日本の海を守るための多くの航空機を運用しています。これらの航空機に航空基地やその周辺で万が一事故が起こった時に、地上救難員は速やかに人命を救助し、被害を最小限にするための消火活動などを行います。それでは早速現地に行ってみたいと思います。せーの、とう、よいしょ。あれ、ここはどこだろう。管制塔でしょ、ヘリコプター、特徴的な松並木もありますね。よし、じゃあちょっとあそこにいる人に聞いてみよう。こんにちは、東京から缶詰の撮影で来たんですが、今何をされているんですか？ああ、缶詰の取材ですか。いつも見てますよ。今日ははるばる東京から来られたんですか？あ、もしかしてあの例のダーツのやつ始めたんですか？あ、申し遅れました。私、援護広報課長の高岡さんさと申します。本日は天気がいいんで絶好の広報日和で、何か広報がしたくてうろうろしていたんですよ。おう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 、第24航空隊ですか？はい、ここは徳島県小松島市に所在する海上自衛隊第24航空隊です。第24航空隊は哨戒ヘリコプター SH-60J を保有運用しておりまして、我が国周辺海域の防衛や沿岸防備に加え、主として広島県呉に在泊します。現在に至っております。今申し上げた内容なんですけれども、これですね、24区ホームページにもっと詳しく載ってますので、ぜひご覧いただければと思います。あ、それからですね、我々公式 SNS も開設しております。こちらのフォローもぜひお願いいたします。ありがとうございます。いや、実は救難消火訓練の撮影をしたいんですけど。あ、救難消火訓練ですと地上救難係ですね。地上救難係は小松島航空基地隊航空警備班に所属しておりまして、航空機事故などの万が一の事態が発生した場合に、あ、いや、ちょっと地上救難係の場所を教えていただけるでしょうか？わかりました、ではご案内いたします。あ、缶詰で移動といえば例のあれですよね。じゃあ行きましょうか。せーの、おっと、あれ、高岡さんさいないけど、あ、でも地上救難係の方待ってくれてる。ようこそ地上救難係へ。西山山荘がご案内します。高岡山荘の説明でだいぶ動画の尺を取っちゃったと思うので、早速消防車の説明をします。せっかくなんで海爆候補室の荒木2曹にナレーションをお願いしようか。荒木さん、お願いします。出た、缶詰のナレーションといえば荒木2曹。はい、お任せください。これは救難消防車 1B 型で、アメリカのオシュコシュ社製、ストライカーとも言われます。全長約12メートル、重さは約30トン、タイヤの直径はなんと約135センチ。これは小学3年生の平均身長に相当します。この消防車の特徴は運転席が車両の中央にあることです。通常の車両とは運転席から見える景色が違うため、高度な運転技術が必要です。しかし地上救難員はこのストライカーを意のままに操り、救難消火活動を行います。消火能力は車上部のターレット、運転席の前のバンパーターレット、2本のハンドラインがあります。車両上部のターレットは最大で1分間に約4700リットルの水を放水することが可能で、車両の後方には水タンクが搭載されており、約7600リットルが入っています。ご家庭のお風呂200リットルの38杯分に相当し、ストライカーはそれを約1分30秒で打ち切ることができます。このようにストライカーは航空機事故発生の際に素早く火災を消火する優れた能力を持っています。その他にも給水車や人命救助のための機材を搭載した救難機材運搬車なども配備されています。
それでは24空の西山さんにお返しします。はい、荒木さんありがとうございました。この後もよろしくお願いしますね。今日もいいナレーションだったね。では次に我々の装備品を紹介します。これは海幕広報室の天野さんさんにナレーションをお願いしようか。天野さんお願いします。無茶ぶりやめてよ。では地上救難員の装備品を紹介します。これは特殊防火被覆だよ。耐火性に優れ、航空機事故の過酷な状況での救助や消火作業にはなくてはならない装備品なんだ。独特な形で宇宙服なんて呼ばれたりもするけれど、炎の熱から体を守ってくれるスーパースーツだよ。でも気温が暑い夏はこの服の中に熱がこもり、サウナスーツを着ているような状態になるので、訓練をしていると滝のように汗をかくからとっても大変なんだ。さらに重たい空気呼吸器を背負い、分厚い手袋で思うように物を持てない状態で救助消火活動を行うので、本当に体力と気力が必要なんだよ。地上救難員ならば男性も女性も若手隊員もベテラン隊員もみんな同じ装備、同じ環境で過酷な任務に臨んでいるんだ。我々はまさに人命救助のプロ、鍛え抜かれたスーパーヒーロー集団。さあみんなも海上自衛隊に入隊して地上救難員になり、我々と一緒に任務に臨もう。私たちはあなたたちを待っています。なんだこの原稿は、装備品じゃなくて地上救難員の宣伝になってるぞ。しかし私も航空管制員なので、航空事故の重大さは十分知っております。万が一航空事故が起きれば1分1秒を争います。では西山さん、皆さんはこの装備一体何秒できることができるのでしょうか。いきますよ、よーいスタート。今のは約20秒で装着しました。早い隊員だと10秒台で装着することもできます。航空機事故はいつ何時発生するか分かりませんので、1秒でも早く出動体制を整えるため、私たちは日々訓練を繰り返しています。では今から行う救難消火訓練について説明を行います。救難消火訓練は基地の滑走路の脇にある消火訓練場で行います。消火訓練場では実際に火をつけて航空機事故による火災を模擬したリアルな訓練ができます。しかし訓練とはいえ巨大な炎です。燃え盛る炎はまるで生き物のようで、どのように動くか予測ができません。消火に失敗すると炎に囲まれて大怪我をする可能性もあります。使用する消防車はストライカー、救難機材運搬車、給水車、またこれら救難用車両を統制する指揮車も出動します。消火にあたる地上救難員は特殊防火被覆、空気呼吸器を装着し、状況に応じてカッターなどの救難用機材を使用します。訓練とはいえ危険と隣り合わせで、環境にも配慮をしているのですね。今日の訓練に参加する一押しの隊員を紹介します。田淵市長、海上自衛隊の入隊理由を教えてください。私の場合は弟が先に海上自衛官として勤務しており、帰省の際に自衛隊の話をよく聞かされたので、自分も国防を担う仕事についてみたいと興味を持ったのがきっかけです。休日は何をしてるのかな。はい、休日は主に家族と過ごしています。自分は子供が2人いるのですが、
公園で子供たちと一緒に遊んだり、妻と一緒に料理をしたり、ゆったりとした時間を過ごしています。私は竹中市長です。おやおや、あなたはどこかでお会いしたような。はい、私は以前缶詰の絶対世代に聞いてみたに出演した隊員です。ああ、はいはい、あの時の筋トレにハマってましたよね。はい、缶詰を見てくださった方々の温かいコメントを励みにして筋トレに打ち込んでいます。最近ハマっていることは、まあもちろん筋トレですが、今は筋トレの中でもベンチプレスにハマっています。皆さんもぜひ自衛隊に入って一緒に筋トレしましょう。もう無理。私はレスキュー員で救助活動に当たります。私は今からハンドラインで消火訓練を行います。それでは消火訓練をご覧ください。航空機にエンジントラブルが発生。基地に着陸を試みますが、着陸に失敗し機体が炎上。速やかに火災を消火し人命救助を行います。いかがでしたか？私たちは万が一に備え訓練を積み重ねています。ああ、